さあ皆さんこんにちは、スノーボーダーの青木玲です。トゥイターズの若です。さあいよいよですね若君。はい、はい、本日は僕のブーツを若君に成形してもらう日でございます、はい、早速ですけれどもよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたします。はい、まず、はい、焼かれる側の人は座って若に足の診断をしてもらうっていうところから、はい、あの若君はブーツ成形してくれるので、はい、僕もじゃあ同様によろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ではまずはこう D-LUX のサイズゲージの方に、はいはい、あるんですね、これはね、はい、サイズゲージ、はい、こちらの方に足を押してみてください。はい、かかとと内側をある程度しっかりフィットさせて、はい、そうですね、若くにあとは見てもらうと、かかとの部分と、はい、この親指の付け根のところですかね、うんうんうん、を横につけるようなイメージで。なるほど、はい、はい、サイズゲージ、ああこういうことですね。そうですね、はい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 、つけていただいたら、僕の方は実際に足の方を診断させていただきます、はいはい、ここから我が君の診断が始まりますよ。もともとこの D-LUX のサイズゲージ自体が幅とか長さは測れるような感じにはなっているんですけれども、それ以外にも甲の高さとか我が君見たりしてますもんね。そうですね、うん、こう実調の長さを見させていただいた、はい、まず実調を見ると、はい、左が24センチぴったり。そうですね、左が24センチジャストって感じです、はい、ジャスト。右が 23.8 ぐらい。そうですね、4いかないぐらいなので 23.78 ぐらい、はい、かつ、レイさんは、はい、人差し指が長い。人差し指が長いです。はい、足のお方だということが。ありがとうございます。毎年ね、我が国は整形してもらうんですけどね、毎年こうやって診断してくれるんですよ。で、横が26センチ、ね。お、横幅がじゃあ僕はそこそこある人間っていうことなんですね。そうですね。うん、横幅があって、はい、人差し指が長いと。はい。はい、で、こう見ます。こういった時に、うん、軽く右の方が先に当たるんじゃないかな。はい、こっちの右足の方がこうちょっと当たってますね、はい、そこで当たります、はい、左はまだ当たらないっていう感じなので、そうですね、甲の高さも違うんですね、じゃあ僕は、ね、そうですね、で、あの利き足になる方が、うん、甲が高め、はい、方が多いですか、はい、へー、そんなんまであるんですね、はい、で、はい、人差し指が長い、はい、このレイさんの足は、はい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 、そうですね、僕年間100足ぐらい焼くんですけども、はい、珍しい。あ、本当に、はい、へえ、僕は毎日自分の足見るのでこれが自然な、まあ普通の人の足だと思ったんですけど、へえ、まあ何々型とか何々型とか、まあ、だからね、あるらしいんですけど、うん、あるかもしれないですけどね、はい、僕は人差し指長い型でした。なるほどな、はい、で、今年はですね、はい、くるぶしの位置、くるぶしの位置初めて来ましたよ。去年僕そんなこと言われてないですよ、整形するとき。言ってないと思う。言ってないよね。はい、言ってないです。くるぶしの位置。くるぶしの位置を見させていただきます。はい、ぜひ、これどうしたらいいですか、僕は。ちょっとまだ立ち上がる。ありがとうございます。はい。で、人間のくるぶしの位置って、うんうん、内側と外側で、はい、多少こうずれがあるんですね。はいはいはい、はい。同じ位置にくるぶしがあるっていうよりは、こう前後差が、ここですよね。そうです。うん、あるので。こことここが、うん、確かに僕上から見ても同じ位置にはないなっていうのは、うん、自分でも分かるんですよ。はい。はい、でくるぶしのこの内側外側の盛り上がり方だったり前後差っていうところも少し見させていただきながら今年はブーツの整形をさせていただいております。はい、何を始めたんだそんなことまで。すごいな本当に。ちょっと足の方を見させていただきながら、はい、お願いします、はい、少し気持ち右側のこの外側のくるぶしの方がちょっと出てるような感じ、うん、はい、これちなみに座って診断と立って診断ってやっぱ多少違うんですか。そうですね、あの、うん、立っていただいて、うん、このくるぶしの位置をまず見させていただくところと、はい、あとはこの O 脚、あ、すねの部分のね、はい、そうですね、はい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 、 X 脚 O 脚等ありますもんね、どっちの方がきつく入ってるのか、うんうん、といったところも見ながら、うん、まあ、どっちが軸足なのかなみたいなお話もお客様としながら整形の方を進めさせていただいております、はいはい、なるほど、僕レギュラーです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。レギュラーなおきれいです。はい、ありがとうございます。っていう感じで長さと幅と高さとあとくるぶしの位置までチェックするっていうような職人がメモってくれたんです。僕の足のことで。ちなみにですよ、今回僕使用するブーツがジャン、はい、D-LUX Edge 24.5 でございます。はい、はい、24.5 のブーツを僕はいつも履くんですけれども、これでインソールの方が D-LUX の
バネインソールっていうのを普段僕使うんですけども、今年若君が探してきてくれた、はい、フュージョンフレックシーっていうインソールが結構いいですよっていうアナウンスもさせていただいてるので、今回はちょっとこっちのフュージョンを使って成形してみましょうか、はい、あそうですね、はい、僕のオーマーのレイさんにぜひこれ試していただきたい、ね、試すっていう意味ではちょっとこっちを使って本日は成形したいと思います、はい、もちろんこっちもすごくいいインソールですよというのも付け加えながらね、はい、お願いします、はい、ではあの実際に足の方を見させていただいたので、はい、今度はブーツの方を試し履きしていただいて、うんはい、その際の当たり方の差っていうのをお聞きしたいと思います。はい、まだ成形してない、うん、こうメーカーから上がってきたデフォルトの状態で履いたらどうですか、あなたはっていうことなんですね。そうですそうですそうです。はい、このディラックスのブーツのインナーが成形する 前って木型に、木の足の形に合わせて、インナーの方はまず出来上がってるんですって。うん、なんで箱に入ってるインナーの形は全部一緒なんですよ、サイズ一緒だったら。その木型があるのでね、うんうん、でそこから成形していくっていう感じなので、じゃあ今ある状態で足入れるとどうですかという診断なんですね。そうですね、はい、こちらを満たしていただきたいので、はい、こちらあ D-LUX のサーモソックスエボでございます。はい、僕もこれ履いて、はい、今日はちょっとやっていきたいなと思いますので、はい、じゃあまずはこれ履いちゃっていいんですね。そうですね、とりあえずブーツに足入れるんですもんね、はい、このサーモソックスエボが、まあ、履くギアって書いてある通りで、こう足のひらめきの部分をサポートしてパフォーマンスを上げてくれるピタッとした薄いソックスの方を僕はあの整形の際にも、あとはライディングする際にもおすすめさせていただいているソックスでございます、はいはい、僕もねこのねサーモソックスエボっていうのが大好きで毎年これ履いてるんです。滑る時も結構このソックス履くことが多いんですけども、今までは黒と赤の切り替えみたいな色だったんですけども、今年はこの単色もあったので、そうです、はい、単色のレッドを使っていきたいと思います、はい、通常はこちらのカラーですね、黒、赤、白、青のタイプと、はい、今年はこうちょっと限定カラーといった形で、あ、はい、単色のあるですね、赤、黒、カラーが出ておりますので、はい、チェックしてみてください。さあでは、はい、ブーツの方を履いていきたいと思いますね、はい、ほいほい、ありがとうございます。はい、履いてみました。これ縛らなくていいですか。あ、大丈夫です。おかかとを、まあ、トントンと合わせていただいて、はい、合わせて履いてみました。今の状態で、はい、まあ、どちらの方がきついかなとか、はい、あとは指がどのくらい当たってるのか、曲がってるのか、うん、はい、うんうんうん、小指の方がきついか、親指の方がきついか、はい、で一番、はい、当たってる感じがあるのが右足の中指です。右足の中指、はい、はい、でもこれ曲がってるっていう感じはなくって、はい、当たってるっていう感じです。でそのテンションはちょっと感じる感じです、うんうんうん、曲がるまではいかないけど当たってるなっていう感じ、うんうんうん、左足の方は全体的に当たってはいるけど別にグッていうようなテンションもあまり感じないっていう、入った感じだと左の方がなんか自然で、はい、右は中指がちょっと当たってるっていう感じがします。なるほど。でも指が曲がるほどじゃないので、うんうんうん、決してなんか嫌な感じはしないですけどね、このままでも、うんうんうん、レイさんのこうライディングの感じでいくと、はい、結構ターン中に積極的に指を動かすようなことっていうのも、はい、行っているんじゃないか。なんで知ってるんですか、俺のブーツの中で。なんで知ってるんですか、君は。もう滑りを見ながら、はい、すごいですね。こういう風に動かすんじゃないのかなとか、はい、まあ、ふくらはぎ周りとかの可動の状態も、うん、まあ、よく見てるので、まあ、すごいね、本当に。いや、本当に僕、つま先側のターンに入るときとか、本当指先を繊細に使って、トーエッジかませるみたいなことを、ブーツの中でやってるんですよ。うんうんうん、へぇー、驚いた。多分こうクロスオーバーの時とか、エッジ切り替える時とか、エッジ切り替える時とか、あとはこうフォワードリーンを多く入れると、うん、どうしてもブーツのつま先に足が寄っていってしまうので、うんうんうん、まあ、そういったところもライディングのスタイルだったり映像なんかもちょっと見させていただいたりとかして、はい、お客様から見させていただいて、うん、で、まあ、キャップの方を作っていくといった形になります、はい、なるほど、はい。ちょっとごめんなさい、ちょっと本当に驚きました。レイさん切り替えの時指先使ってますよねって、僕正直僕誰も言ったことないんですよ、こんなことを。だからブーツの中でも指が多少動かせる方がいいんですっていう感じでは思ってるんだけど、毎年そういう風に焼いてくれるのでリクエストしたことがあるわけじゃないんだけれども、はい、知ってるんですね、そのこと。実はありがとうございます。ありがとうございます、はい、ではでは引き続き進めさせていただきたいと思います、
あの実際に試し履きをしていただいて、うん、足の感覚、当たり具合の差などをお聞きしたので、はい、ここから実際に、インナーの方を温めつつ、はい、キャップの方ですねを作成していきたいと思います。はい、はい、これもじゃあ脱いじゃっていいですか。もう脱いじゃって大丈夫です。 OK です。さあ今ですね、若君があのディラックスのサーモインナーを成形するオーブンの方スイッチ入れてきました。もしかしたらちょっとボーって音が入ってるかもしれませんけれども、はい、あの頑張って喋りますんでね。はい、はい、では引き続き、はい、よろしくお願いします。進めていきたいと思います。はい、まずですね、今オーブンの方を暖気させていただいているので、うん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 、温めてる最中ですね、はい、その間にインソールの方のサイズを作っていきたいと思います、はい。で今回試していただきたいこのフュージョンフレキシの、うん、はい、プラス S っていう方ですね、はい、方を実際に、立ち上がった状態で、はいはい、足乗せて、足乗せて、はい、はい、はい、ありがとうございます。はい、でまあこのかかとと、うん、側壁の部分ですね、この横の部分がしっくりくる位置で整えていただいて、はい、ここだなと思ったところで少しストップしてください。ここ気持ちいいです。ここ立っててすんごい気持ちいいです。この位置で、はい、まず仮の、はいはい、印をつけさせていただきます、はい。インソールってどのインソールもそうなんですけれども、かかとと、土踏まずの部分のフィット感位置をしっかりと整えて、つま先はある程度長めに作ってるのがインソールメーカーのインソールなので、つま先はこう切っちゃうっていうのがスタンダードな考え方でございます。でその切る線に対して今、はい、印をつけてくれた状態です、はい、そうですね、だいたい辺1本分、1センチぐらいですね、はい、はいはいはい、余白を持って印の方をつけさせていただいております、はい、これはもう若君のこう、はい、経験のなせる技こんな感じでちょっと印の方ですね、つくんですね、こうやって、はい、つけさせていただいて、はい、でここから、ご使用するキャップの方の、はい、こんな形で合わさせていただいて、うん、でそのキャップのアウトラインに合わせて本線を引くって感じなんですね。そうですね、なるほどなるほど。このままやってしまうと本当にこの形になってしまうので、うん、この点線側に合わせてキャップを少しグーッと押しつぶしたりして、はい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 、で実際にこの線に合わせて本線を引いて、なるほど、カットするといった形になります。そうだよね、だってつま先にキャップかぶせて成形はするんだもんね、はい、そうですね、そしたらこのキャップに対してインソールもある程度こう形が整った方がいい成形の形になるという感じだ、うんうんうん、はい、そうです。これでも、はい、5年ぐらい前はこういう風に線引いてなかったですよね、はい、なんか指で線引いてた感じ、はい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 、で途中あ多少余裕は持たせてって感じでしたけども、うんうんうん、そうですね、そうですね、そんなことまで考えられたんですね最近はこう成形の際にキャップも一緒に合わせて、うん、まあ、インソールもこうくっつけた状態で成形する方法を取っているので、はい、まあ、ねちょっとやり方とかは、はいはい、手を変え品を変えといった形でやらせていただいております、はい、じゃあちょっと今線引いて、はい、キャップに対して線を引くっていう細かい作業をやってくれております、はい、なるほどな、そうすると綺麗な R が常にここに作れるってことですね、つま先にフィットするね。そうです ね、なるほどな、線を引かせていただいて、でここから実際にインソールの方をカットしていきます、はいはいはい、知ってますよ、インソールをカットするだけにために買った2500円のハサミですよね、はい、僕は知ってますそれを、はい、ちょっとよく切れるハサミ、よく切れるハサミでねゲットしました、はい、でインソールの方も、ま、ちょっとこの余ってるところでご説明させていただくと、うん、直線で切ってしまうと、うん、この断面が、うん、はい、こうやってなるんですよね、この人が直角になるんですよ、ね、直角になる、そうではなくて、インソール入れた時に、うん、自然とこのつま先のが少し上に反る、はい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 、インソールとしてはベストと言われておりますので、はい、そこを考えてあげると、はい、カットする時にハサミの入れ方がもしかしてハサミの入れ方を、はい、そこ斜めにした状態で、うんうんうん、失礼します。確かにブーツもつま先ってこうやって反り上がってる、うん、まあ、形状だし、はい、足だって指よりも母子球の方が下にある感じがするので、指ってこうちょっと反り上がる感じですね。なるほどな。自然とつま先に向かって反り上がりが出るように、うん、下の断面がこう斜めになるような刃の入れ方を今してカットしてくれております、はい、
そう少しこう斜めの断面に。わあ本当だ。でこれを本当だ。に入れた時に、うん、そうなるよね。そうしたらはいっていうカップの方法を取らさせていただいております。はあ。まあ実際にあのフュージョンとかも通販等で、うん、あのご購入いただいているので、うんうんうん、どのインソールでも自分のこうサイズを合わせて、うん、斜めにカットしてあげた方がベストです。はい。ちょっとこれ知らずに直線できてしまったと非常にもったいないので、うん、あ確かにね、はい、こう馴染み方っていうのが斜めのがより馴染むと思いますので、そうですね、自分でインソールをこう通販とかで買ってあの自分できるような人はちょっと刃の入れ方も今みたいに、うんうん、はい、いいんですかそんなこと教えちゃっても。いいハサミ使って、いやそれとねいいハサミ使って、だいぶなんか職人の手技まで手技まで教えてくれるなんて優しいですね。でもね確かにね、はいはい、いい状態で使ってほしいですもんね、うん、そうです ね決してそのブースなんかも安い買い物ではないと思うので、あのある程度こういい状態で最低限使っていただきたいなって思うと、はい、まあ、そうやってね教えていただけるところは我が君の真似してみてください、はい、そうですね、ぜひ、はい、やっぱり僕があの年間焼ける足数っていうのには非常に限りがあります、はい、そうですね、はい、まあ、こうできればお近くのスノーボードショップで、はいはい、焼いていただけたら、はい、で実際にですね、うん、成形される側もワンポイント知っておくだけでも、うん、まあ、さらにいいブーツっていうのは仕上がっていくと思いますので、はいはい、その辺も含めて今回はですね、はい、僕のいろいろなテクニックの若くのやり方、まあ、僕のやり方なんですけど、はい、ね、まあ、いろいろお店によってやり方あると思います。はい、はい、お伝えできればと思います。ありがとうございます。で実際にこうインソールの方がカットできましたので、はい、次はですね暖気、しているオーブンの方に、インナーインナーを、はい、出していいのじゃこれ。あ、出していいのこのぐらい手伝えるんで僕もこのぐらいは手伝えるんでハーネスも取っちゃって大丈夫ですか。はい、ハーネスも取っちゃって大丈夫です。はい、はい、オーブンの方にですね、うん、インナーの方を入れていくんですけども、うん、はい、同時に入れてしまうと、うん、まあ、僕の場合、はい、同時に入れてしまうと、うん、あの片一方が、うん、多く焼かれてしまう。確かにそうだよね、うん、なので僕は、片方ずつ入れます。はい、先に、レイさんの場合ですと、はい、先ほどのお話を聞いて左足を入れます、はい、まあ、左から焼くって。なるほど。入れさせていただいて、5分ほど経ったら次に右足の方を入れると、はい、方法を取らさせていただきます。なるほどね。ではこの間に、キャップの方ですね、はい、を作っていきます。了解しました、お願いします。はい、はい、ではですね、はい、今インナーの方を、まあ、温めてる最中ですね。そうですね、温めてるところなので、はい、その間に、このキャップの方と、うん、先ほど診断させていただいた情報をもとに弊社の足の方に僕の方が使っているスポンジの方を使って、はい、キャップの方を成形、作っていきたいと思います。はい、はい、お願いします。お願いします。はい、ではですね、まずは最初にキャップのサイズの方を選ばせていただきます。うん、失礼します。どちらの方が、うん、こうしっくりくるゆとりがあるとかありますか。こっちの方がぴったりしてる感じです、はい、まあ、小さいサイズの方が、うん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 、はい、はい、そうですね、大きい方はちょっとグラグラする感じが、はい、しました。 OK です。はい、ではこちらのジャストなサイズの方で、うん、はいはい、作成させていただきます。うん、このねキャップもね、そうなんです、こうやって見るとほらサイズ違うじゃないですかね。サイズがあるんですよね。よいしょ。でこの辺が、はい、よりフィットするのが僕小さい方だったので、うん、そういうふうに今、はい、診断してくれました。まあ、実際にこう足の大きさだったりとか、うん、横幅だったり甲が高いとかに合わせて、まあ、お客さんに最適なキャップの方は僕の方で、はいはい、提案させていただいておりますので、この辺はもう、 こう職人任せがいいですね。じゃあ、はい、大丈夫です。でキャップをするにもかかわらず、その前に指の間だったりとかに、はい、その診断をもとにこれからこのスポンジで、はい、整えが入るんですね。整えが入ります。整えが、はい、まあ、あのジャストな足、はい、ブーツサイズに、はい、このキャップを入れて、うん、まあ、あの焼くので、うん、どうしても指先が成形中に、うん、こうギューッとなってしまうんですね。確かにそれはあるんですよね。もちろんね、まあ、もちろんきつくなってしまうので、うん、うーってなってしまうので、はい、なるべくこう広がりを出せるように、うん、指の股の間であったりとか、まあ、リサの場合ですと人差し指が長いので、はい、人差し指だったり親指小指に巻いてあげることでスペースを取った状態で、はい、キャップの方を作成していきます。はい、ありがとうございます。サーモインナーっていうインナーが熱加えると柔らかくなるのとともにちょっと膨らむんですよ。でこの膨らんでる状態で足入れるので、それが冷えていくと固まるっていう状態になるんですね。
なんで実際膨らんだところに足入れるだけだとやっぱり指がグーっていう風に潰されやすいんですよね。でキャップするだけだとそのテンションがかかりすぎるので、じゃあキャップして膨らんだインソールに足入れても指がちゃんと整うようにっていうことで、はい、今スポンジを、はいはい、作ってくれてます、はい、この辺はあれ、はい、お見せしても大丈夫ですか皆さんに。あ、全然大丈夫です。じゃあちょっとカメラ位置をもう少し、もう今これはこんな状態に途中経過になっております。こっちもこんな感じです。あ、これが僕中指長いから中指の上にかぶせることによって指が縮こまったりしないようにっていうような整形の技法ですね。技法でございます、はい、でまあこう滑ってたりとか今までのご経験とかで、はい、だんだん指がきつくなってっちゃうんだよなとか、うん、っていうあの感想をお持ちの方であれば、まあ、その辺もこうスタッフさんに伝えてヒアリングしてやっていただくと、うん、まあ、あのその店舗さんによっていろいろなカスタマイズ方法でご整形してくれるんじゃないかなと思いますので、はいはい、なるほどね。ぜひこう自分の全てが感想とか、うん、っていうのもお伝えできると非常にいいと思いますよね、はい、焼き上がっていきますので、はいはい、今回使用するこのフュージョンのインソールの方がバネインソールよりも薄さ、うん、薄いモデルです、はい、になっているので、うん、あの今回はインソールとこの足をくっつけた状態にキャップをはめてソックスで蓋をするといった技法を取らさせていただいています。これはインソールの厚みとかにもよってちょっと変えてるんですけども、硬い柔らかいとか、そうですね、はい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 、確かにな、はい、まあ、バネインソールであればそのままインナーの中に入れて足入れていただいてっていう整形方法もできますし、ちょっとこのフュージョンですと薄いソールになるので若干こうシワが寄ってしまう可能性とかがまあ経験してて出てきたので、はい、今回はダイレクトでくっつけた状態でご整形していきます。へえ、インソールごと最終的に靴下履くってことですよね。そうですそうです、初めて僕それ。あ、そうですよ、はい。でこれ最近ちょっと編み出した技法なんですが、はい、まあ、ビニール袋で足をインソールごと、はい、包み込んで、包み込んでラップしてると思うんです。今ラッピングしてくれてます、はい、僕の足を。でもラッピングしながら先ほどの指の間にあの入ってるスポンジ、あれもいい意味でこうしっかりと固定するっていう風になるんですよね、はい、これがね。そうですね。でここからこのキャップの方を、はい、うん、滑り込ませていくと、はい、このビニールが滑ってくれるので、確かにすごい今スッって入りやすかった、はい、結構あの足が大きかったりとか、うん、指先に詰め物を多くすると、うん、きつくて痛い痛い痛いって、うん、この時点で曲がってっちゃったりする場合があるので、うん、このビニール方式を取り入れさせていただいて、いやすごいいいねこれ、スルリと入る、はい、はい、スルリと入るって本当そういう感じがしました今。なるほどね、はい、いろいろ考えてるんですね。ありがとうございます。こんなにビニール袋を何に使うんだろうと思ったら、こういうラッピングシステムまで今年は採用してましたけど、ね、はい、最近はまあ整形が日々整形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 ってずっと整形してくれますもんね、はい、してますので、はい、あの最寄りのホームセンターで、はい、このスポンジとビニール袋をひたすら買うっていう、はい、なるほどなるほど、あーシュッて入る、はい、うわ全然こうなんかストレスなく、今あのキャップ入れたんですけども、指の方も奥までちゃんと入ってながらも変にストレスがなく引っかかりもなくっていう感じです。ありがとうございます。ここまでキャップはめたら、あとは先ほどのサーモソックの方 で、はい、でここから靴下を履くんですね。そうです。おーすごい、まあ、つま先ちょっと大きくなった状態なので、うん、はい、この靴下を履くことだけちょっとこう、そうですね、たごませてもらって、はいはい、頑張ればってですね、ここね。そうですね、そうですね。でもこれキャップ被せて、はいはい、それこそビニールでラッピングしてくれてるので、はい、今靴下もものすごく履きやすかったです。およかった。いいね、いいね。グッてつま先かませちゃえば、うんうん、あとはビニールだからスッて履きやすいしね。そうですね、そうですね。まあ、履いていただいて、ちょっと僕の方でくるぶしの位置とか確認をするんですね、はい、確認させていただいて、じゃーん、できました。この靴下の中にキャップもインソールも入ってるっていう状態です、はいはい、本当オタクっすよね。でもね、これね、やってもらってる側としたらものすごく安心感があります。
なんか話全部聞いてても確かにね確かにねっていうことしかやらないのでこの人なんで全部お任せすれば30分後には最高のブーツできてるんだろうなっていう印象しかないですねもうこれはねありがとうございますありがとうございますそして、はい、今年のディラックスはなんとですねはいどうぞはいディラックスのカラビナがこれ全てのモデルについてるんですかそうですねですよねはい当店で取り扱ってる、ね、やつは全部ついてるのではい、はい、よかったらこれはまあこれは付属でついてるおまけとも言えますけどもねうまく使ってみてくださいはい滑るのにはあんまり関係ないですけどもねおしゃれですじゃあお願いしますはい、実際に今インナーの方を温めてる途中なんですが、はい、その際により成形した時にフィット感や馴染みが出しやすいように、うん、足の形を見させていただいてこのレイさんのブーツの方を少し揉みます、はい、アウターをはい、はいはい、柔らかくならないぐらいですね、うんうんうんはい、レイさんの場合ですとそこまでこうすごく横幅が広いっていうわけではなかったので、はい、まず軽くこのアウターの横の部分を押してあげて、はいうん気持ち横に広げるようなこういうふうに押すことによって横に広げるっていうのをやるんですね、はい、そうですねなるほどなるほど両手で今体重かけてグッっていうふうに押してくれてます、はい、ここを上から押すことによってこう横をちょっと広げるで僕はちょっと多少ですけどね足のこう幅があったのでそれにうまくフィットするようなことをアウターの方にもこうやっていろいろ工夫をしてくれておりますあと他社のブーツでも横がきつく感じる方とかは、うんはいはい、今ご使用中のブーツの横の部分を揉んであげたりして、うん、気持ち広げてあげるだけでももしかすると痛みが減る場合が、はい、あったりあとはそのインナー自体をちょっと変えてあげて、はい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 、インナーが硬いものっていうんですかね、うん、にしてあげるとこう外からの圧迫に対してインナーが抑えてくれるので逆にねそうですそうですおあごめんなさいインソールですねインソールを抑えてくれる、うん、インソールかインソールが抑えてくれるんでなるほどバネインソールに例えば変えるだけでも、うん、もしかしたら幅が取れるってことも可能性がある、はい、可能性があるといってもなるほどっていうブーツのお悩みはぜひともですね、はい、もう何のブーツでもいいんですけど、はい、こうなると我が国に相談してくれればいろいろ解決してくれる、はい、という感じでございますですね、まあはい、僕も今までディラックス以外にも、うんヘッドであったり、うん、ノースウェーブあとは32、うん、バンズナイキ、うんコブラワークスとか、うん、いろいろ履いてきましたいや自分で履いてきたのが今の感じですねあそうですそうですあ、はい、なるほど、はいいろいろ入ってきて、まあ、このブーツだとここ痛くなるんだ僕の足の場合みたいななるほどね、まあ、あってじゃあインソール変えるかとか、うん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 、この部分を押してあげて少し馴染ませてあげたら変わるかなとか、うんうんまあ、っていうのを体験しながらそうですねリラックスじゃなくてもそういうことをやってあげると、はい、非常にこう馴染みが良くなったっていう実体験のものですね、はい、そうですね実体験のもとに、はい、今お話しさせていただいてただのブーツおたりじゃないですかいろんなメーカーの、うんはい、靴には足入れたりとか、ねうん、滑ってみたりとか、うん、特徴ありますもんね、やっぱね。そうですね、そうですね、はい、メーカーだったら 100% で締めると僕の足の場合痛いなとか、はい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 、まあ、ここのメーカーだったら 100% の力で締めても痛くないなとか、うんはいうんまあ、そういったのは本当に履いてみないとやっぱ分からないね、はい、なかなで揉み終わりというか、はい、馴染ませ準備ができた、ね、馴染みの準備ができました、はい、馴染みの準備ができました OK です、はいお待たせしました。はい、お願いします。はい、では、左足からもうふかふかに温まった今でございます、はい。こちらはですね、より履き馴染みがいいように、はい、ビニール袋の方をはい、かぶせていただきます、はい。はい。でですね、僕の方がスポッと入れるので、はい、レイさんの方はここの2箇所を両手で持っていただいて、はいはい、そのずらっと履いちゃってください。お、あ靴下履くみたいな感じ。あ、そうですね。履いちゃう。履けた。履けた。履けました。履けました。そしたら、立ち上がっていただきまして、はいよいしょ軽くつま先立ちになってください。はい。はい、失礼します。で、僕がこのインナーを持ってるんで、はい、レイさんはかかとを床につけてください。かかとをグーッ。なるほど。はい、おお、すごいこれ。ありがとうございます。はい。で、実際にかかとがインナーの中にしっかりと入りましたら、はい、僕の方で、はい、まず第一段階の馴染みでございま
今ねアキレス腱周りをこうやって揉んでねなじませてくれてて、やればやるほどどんどんなじんでいくのが本当に足で分かるんですよ。これすごいね。これ今年からのね、これ初めて初めて体験しましたこれ。そうですね、はい、でもう一発、はい、入れます。すごいね、一人の人に何個ビニール使うんだっていうぐらい。でも確かにこれはスムーズに入れば入るほど作業はスムーズに進むから成形しやすくなるってことですね。あのヨレとかが少なくなるので、うん、確かに、はい、なるべくこう滑りがいいような状態で進めさせていただきます。これもう足入れていいんですか。はい、ちょっと待ちください、ね、はい、待ちます。はい、ではここから僕がまたインナーを持ってるので、はい、A さんはかかとと、つま先をスムーズにスルリと入れるイメージで、スルリと、はい、あ、すごいスルリと入りました。これはもう完全にナイロン袋のおかげですね。ありがとうございます、はい、一度入れていただいたら、はい、また軽くつま先立ちになってください。かかとが浮くような感じの立ち方ですね。はい、そうですね、はい、でこの時にあのインナーのねここをねワークがこうやって持ってくれてるんですよ、うんうん、っていうことですよね。そうですね、はい、そうです。で最終的にもう一度かかとを落としていただきます、はい、このふくらはぎのとこインナー持っててくれてるので、はいはい、ぐーって下げると、うわ、入る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 、おー、すげー、めちゃくちゃに伸びて遠慮なしで今、ここで僕はめちゃくちゃ耐える。でもそれやるだけあって、ぐーっていう風にかかとがしっかりと奥まで入っていくのがよくわかります。あ、よかったです。はい、しっかりとインナーの方がアウターに入りましたら、はい、ここから、はい、インソールをしっかりと押し潰すイメージで、はい、真下とかかとですね、かかとを合わせる、はい、これですね、はい、はい、これ、うん、上から踏む感じでやると足の裏のサーモンインナーが全体的にこう薄くなるような感じがします。なんでふわふわしてる感じがなくなってよりフィットするなっていうのがこれやると出て、でこっちやると本当にあのかかと、丸いかかとがスポッて入ってくる、グッグッてどんどん入る感じがするので、これはもうちゃんとやりましょう。はい、ね、そうですね、ここ結構重要ですね。結構あの軽くやられる方いるんですけども、やはりこうレイさんのようにしっかりと、うん、はい、この焼かれる側も、うん、馴染みとか、はい、かかとのホールドが出るように、はい、あのやっていただけると、なるほど、はい、2人で作っていきますので。確かにこれ一緒に作っていくっていう感じしますね。そうですね、そうですね、いいですね、ありがとうございます、はい、では今真下とかかとがしっかりと入りましたので、はい、一度お座りください。はい、はい、このように軽く足を出していただいて、はい、ここからインナーの方をしっかりとすねと、おー、足首ですね、すごくフィットしてる、はい、ここのところを押し当ててあげて、骨はもうブーツの中に手を入れて、輪っかが今グググって合わせてくれてる感じなので、ちょっとね細かくて内側すぎて見えないんですけども、もうやられてる側は足首からすねに今ビビビビビビビってフィット感が増したっていう実感がすごくあります。でその後にこのアウターのターンを、うんうん、これ足首ですね、うん、どこに押し当てていくんで、これをグッて押し当てることになって、はい、ここのフィット感を出してくれてるって感じですよ。じゃあちょっと今いきますね、はい、おお、きた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 、足首のところに本当にグーっていう風にフィット感が増していって、その状態で今ボアのダイヤルを回してくれてるので、ここの本当足首の部分がダイレクトに今フィットしてるなっていう風に変わりました。はい、はい、そうです。これも今年からやっている技法で、そんな感じですよね。まあこのエッジのやつですね、はい、やっております。なるほど、これ引っ張っていいですか。もうそうですね、はい、大体8割ぐらいの、お、はい、8割、じゃあこんなぐらいかな、うん、はい、いきます。で最終的にパワーベルトですね、はい、を素手のパワーベルト今締めてくれてるんですけど、締める時もね親指でねこのタンをねグーって押してくれながら今締めてくれてるので、ものすごく今すね周りもフィットしてます。わあ、すっげえ。はい、まずこれで締めなかったんで、はい、ここから最終的な揉みに入ってきます。揉みがない、ここからまだあるんですね。はい、はい、ワークの手技がここからまだまだ僕は体験できるっていう感じですね。ちょっとブーツの内側のことだったりとか細かい部分なので、全てが伝わるかどうかは別としても、まあ僕はすごく
心地いいですよ。ありがとうございます。でですね、ここからインナーの方をしっかりと揉み込んでいって、はい、より隙間をなくしていく作業をするんですけども、はい、ちょっとハンドクリームとか塗って、はい、馴染みよく滑りよくして、おお、そのためのハンドクリームだったんですね、はい、あれはね。なるほどな。おお、これ全然変わっていくじゃないですか。何ですかこれ。ありがとうございます。アキレス腱周りを今グーっていう風に押して馴染ませてくれてるんですよ。ただ押すだけじゃなくて押しながらっていう風に滑らせてくれてるので、これはハンドクリーム必要だなって思います。そしていい匂いがしますね、すごくハンドクリームの。まあそんなことはいいんですけれども、アキレス腱周りのフィット感がより増していくっていう感じですね。サーモインナーに含まれてた空気が全部こう取り除かれて、真空とはもちろん言わないですけれども、うん、に近いような感じに今手先で持ってってくれる感じなので、先ほどもフィットしてたなと思うんですけれども、これの方がアキレス腱周りのフィット感がよりフィットしてるっていう感じに大きく変わりました。これはボアを締めたり紐を締めたりわけじゃないんだけども、和歌がグーってやったことによってですね、はい、これはね、そうですね、これ全然違うじゃないですか。これやったらまずこのアキレス腱周りをこう整えてあげて、はい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 、昨年度までは両手でくるぶし周りを揉み込んでいたんですけども、うん、やはりくるぶしの位置が違うよね、違うっていうところを、うん、はい、踏まえて、はい、今年から片側ずつ、おお、今ね、内側やってください。内側のくるぶしダイレクトに、今そこくるぶしだよ、なんで知ってんのっていうところをしっかり押してくれてます。今だから実際に判断させていただいた時に、うん、くるぶしの位置はこの辺かなっていうのを覚えて、いやいや、今外側やってるんですけど、外側もピンポイントでくるぶし押してますよ、この人。押してる感じでここくるぶしっていうのはちょっと分かりづらいよね。まあ分かりづらいですね。先ほどの診断によりこの辺かなって、はい、はいはい、僕のピンポイントを探してくれたんで、おー、すごいな。なじませております。なるほどね。ありがとうございます。こちらこそ。はい。で、また、はい、立ち上がって、真下と、はい、あと、ここも遠慮なくですね、はい、しっかりと。はい、これ、つま先にキャップしてるので指が痛い時があるんですよ。僕今日そんなに痛くないんですけども、痛いからこうやってあたた、あたたっていう風にここを遠慮しちゃうと、はい、もう、整形が、かかと、すね周り、あ、ふくらはぎ、あ、アキレス腱周りか。そして足の裏の整形がちょっとフィットしづらくなるので、痛くても頑張って踏みつけてしっかりと、はい、上げてください。はい、ありがとうございます。こちらこそ。では続きまして、もう片足に移っていきたいと思います。はい、はい、この一連の作業でまず一回左足の方がとりあえず一回、まあ、終わりっていうふうに言えますかね。あとは冷え固まるのを待って、終了っていう感じなので、左足は10分後にはもう最高のフィット感のブーツが出来上がってるという感じでございます。で、同じことを今度ここから右足の方もワークがやってくれるので、引き続き実況していきたいと思いますね。まずナイロン袋で、はいはい、はい、お願いします。ここを持って靴下履くんですよね、はい、で履くっていう感じにして、はいはい、ありがとうございます、はい、まあ、またつま先立ちになっていただいて、はい、肩かかとを浮かして、はい、こうやってると見えるかな。あ、そうですね。あ、いいですね、いいですね、はい、これだったら見えるかな。しっかりとかかとの位置と、はい、僕の方でもこのラインを整えて、気にしながら、はい、上げて、ではかかとお願いします。わー、すっごい入ってる。入ってきます、入ってきます。おー、すごい入るよ、これ入りましたね。うん、だいぶがっつり持っててくれないと、これ入んない。はい、ですね、そうですね、二の腕パンパンだね。がっつりと持って、しっかりとかかと、レイさんの体重を乗せて落としていただいて、はい、入りました。そこからこのふくらはぎのアーチと、はい、くるぶし周りですね。軽く整えさせていただいて、はい、ありがとうございます。そして、はいはいはい、お願いします。はい、これはこのまま入れちゃっていいですか。はい、大丈夫です。よいしょ。この足を入れる際もですね、グリグリグリッという感じで入れていくよりはスルッと入れることも、うん、あの、うん、焼かれ側、うん、はい、は意識してあげるといいと思います。はい、ありがとうございます。でまた軽くつま先立ちになっていただいて、はい、少し離して、よいしょ。ではかかと落としてください。はい、うわー、入る。うわ、はい、これ
これやるだけで全然違うんだな、はい、かかとの入り方。そうです ね, ねしっかりとこう落とし込むっていう意識も、はいはい、持っていただけると非常にいいんじゃないかなと思います、うん、はい、ではまた真下と真下で、うん、で僕はハイスピードでカービングするのが好きなので、この足の裏があんまりこうふかふかしてない方が好きなんですよ、うんうんうん、なるべくこのね足の裏を潰したいなと思うので、うん、この踏み込みはね自分でも結構気にしてやってるんだけど、うんうん、バカがこうやって持ち上げてくれたやつの上からやるとより入るんだね、うん、おーよかった、うん、おー全然違う、あー超いい、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい、じゃあお座りください、はい、最後ハイスピードとかハイレスポンスで滑るってなると、うん、しっかりとインナーの密着度であったりとか、はい、足裏の薄さ、はい、まあ、そのインソールの形状などをですね、うんうんうん、気にしてあげると、うん、まあ、より昨年度とは違うライディングのフィーリングが味わえるんじゃないかなと思います。こうやって、ね、ナイロン袋をかぶせて、ナイロン袋ごと今整えてくれてるので、インナーがねやっぱりブレない感じがします。履いててもで見てても全くブレずに、ナイロンから全部袋ごとね押さえちゃうから、いい位置でフィットするなという感じですね。はい、はい、おー来た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 、足首グーって押されてる感じがあって、足首フィットしているなっていうのが、まあ、若が押してくれながらボア締めてくれてっていうので、よりフィット感が増してるっていう感じです。あ、はい、お願いします。でまた全体的に引っ張って8割ぐらいの締め心地ですよね、ここはね。そうです、はい、おー来た、おー、すね周りのフィット感今ものすごい来てる、はい、はい、はい、あ、すいません、あ、まだまだ勝手なことやっちゃうですね、揉み込みがありました、失礼します、はい、で、これ今揉み込んでるのも僕床に足を置いてないんですよ、若の膝の上に今勝手に足持ってかれて、はい、若の膝の上に今足を乗っけて若が揉んでくれてる状態なんですね、はい、そうですよね、今これね、そうです、はい、その方がやっぱりやりやすいんですか。そうですね、失礼します、この床の状態よりも、うん、自分の横足の上に、はい、置いた方がすごいね、やりやすくて、うん、今年から、わー、来てる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 、今年からの膝の上に置いてっていう感じで、見足をどうぞ、見足をどうぞ、ね、はい、はー、もうすごいですね、殿様みたいな感じです。ほんと今揉み込んでくれてます、アキレス腱周り今やってくれて、今内くるぶしのあたり、あ、そこ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 っていう場所をくるぶしのフィット感出すように押してくれてて、でこの後多分外くるぶしになると思うんですけども、はい、このくるぶし周り、アキレス腱周りのこの揉み込みがあると全然違ってくるんですよ。紐締めなくてもよりフィット感がここで増してるなっていう感じがあります。あ、さっきマッサージ屋さんですかって言われることがねえ、そんな感じだね、マッサージ屋さんですか、本当そうだね、どう、うち足裏マッサージとかたまに出すっていうぐらいもう手技がすごいですもん、手の技術が、でこの揉む強さもブーツの硬さによって変えるんですよ。変えますね、はい、柔らかいブーツだったらここまで強くやらないもん、ね、やらないですね、ねえ、お客さんの見てるとそういう風に変えてるんだなっていうのも非常に、はい、思いました。で、実際僕エッジだと、まあ、ディラックスだと結構硬い方なんで、そうですね、そうですね、ずっと汗かいてますもん、はいはい、はあ、はあ、結構エッジの清潔感もマックスパワーで、そうだね、やっております。なるほどな。で、また最後の締めの、はい、どんどんやっていいですか。はい、お願いします。ああ、こっちはね、ちょっと指先が窮屈なんで、窮屈なんで、はい、ちょっと痛みがあるので、でも頑張って思い切って踏み込みます。強めにかかとも落としていただけると、うんうん、おー沈んでるかかと、よいしょ、ありがとうございます。どうぞどうぞ。でこう両足が、はい、
整え終わった状態なので、はい、ここから最終的に冷え固まるまで、はい、直立した状態で、はい、お待ちいただくんですけども、はい、膝がこう曲げた状態になると、うん、親指が指がちょっと曲がってると思うんですね。ああ本当だ、はい、曲がってると思います。なんかこう、はい、なんかずるして休んでるみたいな感じになっちゃうなので、うん、なるべく膝を立たせた状態すうわ本当だ。そうするとつま先がグーっていくから、うん、この方が正直やられてる側痛いんだけど、はいはい、痛いんだけど、はい、こうしてないとつま先までしっかりと成形できないってことなんですね、はい、そうですね。しっかりとキャップが前に対して伸びている状態を作ってあげて、はい、ま、今のこの状態で、うん、真下ですね、うん、そのブーツを、うん、どしっと、はい、かかとつま先均等ぐらいで、はい、乗ってあげるっていったのを意識してあげて、なるほど、非常につま先の広がりも出るので、はい、おすすめでございます。これ本当にこの状態だとつま先結構テンションかかるけど、うんうん、ちょっとでもこうやってやってていいよってやるとつま先楽になっちゃうんだよね。はい、これ楽になっちゃうってことはつま先側の成形がちょっとこうままならなくなるというか感じなので、うんうんうん、ピッと立ってあげて多少痛いんだけれども10分弱ぐらいですか。そうですね、そうです。10分弱ぐらい我慢すれば次天国のような履きやすいブーツが待ってるよっていうことなので、出来上がってきましたね。はい、まだあるんですか。あ、立ってるのの話だけじゃないですね。立ってるの後ですね、話、はい、後に、後に、うん、そこの今多少なんですけども、うん、どんどんしていただいたり、うんうんうん、まあ、こういう動作を少し取っていただいたので、うん、やりました。あ、この辺に遊びがやっぱ出るんですね。すね、まあ、確かにそれはそうですよね、はい、動かしたので今、うん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 、なので最終的な、はい、おお、なるほど。その隙間すらもちょっと埋めて、はいはい、よりフィット感のある状態を作りますよっていう感じで、最後の最後に若野またこう手技が、はい、手の技術が入って締め直してくれてっていうのが、はいはい、これで以上。はい、で、あの実際にこう冷え固まるまで、うん、まあ、店内お待ちいただいてるんですけども、はい、まあ、その時にもちょっと具合を見させていただいたりとか、はい、冷え具合など確認させていただいて、はいはい、お時間いただいてお待ちいただいて、なるほど、最高のブーツが出来上がると、はい、いった形でございます。ありがとうございます。そうと僕はもうあとはこう10分間あんまりこうやって怠けないで立つことを気にしてれば、はい、天国のような履きやすいブーツが手に入るという感じなんですね、はいはい、さあいよいよ出来上がってきましたので、はい、ちょっと若君聞いてもいいですか。はい、はい、サーモインナー、サーモインナー、はい、はい、これ1回僕1回成形したじゃないですか今これで、はいはいはい、ちょっと焼き直したいんだけどみたいなことは可能ですか。はいはい、可能です、可能です。おお、はい、可能ですね。可能です。そりゃそうっすよね、成形、はい、再成形お願いしますって持ち込みのお客さんも来ますもんね。そうです、はい、来ます来ます。そうなんですよ、僕ディラックス歴長いので、うんうん、これバインディング変えると、うん、当たる場所って変わってくるので、うんうん、バインディング変えたからちょっと痛みが出ましたっていう話は結構僕受けるんですよ。うん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 、それも結構あります。ありますあります、あります。はい、なんでバインディングが変わる、もしくはちょっと足首ひねったら腫れちゃったからそれが治んなくてとか、うん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 、怪我したから足の形変わってとかっていうのもあると、やっぱり整形をし直すっていうことも大切になってくるなと思うんです、うん、そうですね、そうですね、はい、で元々この D-LUX のサーモインナー自体は整形し直すっていうのが可能ですもんね。可能です、はい、可能です、はい、ちなみにこれ何回ぐらい一つのブーツ整形し直したことあります、はいはい、そうですね、まあ、使用頻度にもよるんですけど、うん、2,3 回ぐらいは、うん、全然問題なく整形可能です、うん、はい、確かに、うん、僕もね自分のブーツでね、うん、やったことがあるのが4回やったことあるんですよ、うん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 、でも、うん、結構大丈夫でした。4回目も、うんうん、あ、やったよかったっていう感じで滑ってて、うんうん、あの結構良かったんですよね、うん、その時僕ビンディング変えちゃって、まだねライダーとかやる前だったので、うんうん、ビンディング変えたりとか、うん、ちょっと足首グリッターみたいなシーズンがまとめてね、うん、タイミングがあった時だったんですけど、うん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 、なんで D-LUX のサーモインナー整形し直しっていうのができますし、うんうん、でこれし直す時にも ここがよれてるからみたいなことは、うん、やっぱりね職人に聞きながら、はい、はい、整形し直しっていうのをやった方がよりいいものが出来上がるかなと思いますので、はい、シーズン中にちょっと怪我したとかバインディング変えたとか何らかでちょっと当たりが出てきた、うん、ちょっと緩みが逆に出てきたみたいな方は、うん、ぜひともそのブーツを持って、はい、我が君にどうにかしろっていう風に持ってきてくれれば、はい、あの再整形の方は、うん、持ち込みの整形の方はちょっとこう料金いただいて有料にはなるんですけれども、はい、しっかりと職人が対応させていただきますのでね、はいはいはい、そんな方もぜひぜひ、はい、シーズン前、シーズン中関わらずいつでもご来店してみてくださいという感じでございました、はい、あとはじゃあこれは10分弱ぐらい僕は待つっていうことで、はいはいはい、また若君が見てみていただいて、おできましたよっていうところでお会いしましょう、はい、
後ほどです。後ほどです。さあ、いよいよ若君から今 OK が出ました、はいはい。お疲れ様でした。ありがとうございます。これ座っちゃっていいですか？もう、はい、大丈夫です、はい。久しぶりに座ります。失礼します。脱ぐのはもうこれ普通に脱ぐだけ？はい、あ、そうですね。はい、普通に脱ぐだけ。脱ぐだけだったら僕もできるんで。はい。じゃあ片方お願いします。で、はい。おお。で、この瞬間がわーってなって天国っすよね。そうですね。一回ね。血が巡っていく瞬間が、血が巡っていく感じが、はい、楽になったなっていう感じですけれども、でこうやって自分で整形して出来はどうかなって毎回チェックしてるんですよ、これお客さんのもしてますね、してるよね、うん、僕はいつもそれやってんなと思うんだけど、やっぱり気になるですね、はい、ここよれだったりとか、ね、センターだったりとか、はい、センターだったりとか、うんうんうん、あとまあ人それぞれやっぱりそのくるぶしの位置ってちょっと違うの分かりますか、ね、うん、あ、本当だ、はい、左右で、うんうん、まあ、そういったところも、あ、なるほどなっていうのをこう自分で次の材料にそうですね、そうですね、はい、経験値として拝見させていただいております。なるほど、整形終わったらキャップだったりとかこういう詰め物を全部取って、うん、で一回足をあの痺れさえするとあれなんで休ませて、で最後に出来上がったブーツを履いて、おお、いいですねっていう感じでリラックスのサーモインナーの整形は終了っていう感じになるんですね。で仮にこれ出来上がって足入れて、おお、いいですねってならなくって、例えばあれこの辺ちょっとまだ当たりますみたいなとこがあれば、そこも一回フォローして整形し直すみたいなこともできますもんね、ね、はい、なのでとりあえず今回もファーストタッチでうまくいってたらいいなって思いながら僕もこれから試し履きしますけれども、まあ若に任せるのでその辺は大丈夫かなと思いますが、その辺ももしこれでね仮に足入れてあれって気づく部分とか疑問があったら、まだまだ全然その辺も相談してくださいね、はい、という感じです。でもちろんこれは使い回ししてないですすぐ捨てますよね、これね、いつもね、はい、ね、はいはいはい、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。これはもう入れていいんですか、はい、もう、あ、入れちゃって大丈夫です。これ入れるので僕できるんですよ、まあ、お願いします。できるのは、はい、で整形が終わったらこの足首周りのインナーを締めるハーネスっていうんですけども、これをセットしてアウターに込むと、はい、いう感じでフィニッシュですね、はい、で、じゃあ、おお、どうですか、ねえ、ねえ、そうなんですこれを求めてますか、はあ、やっぱいいな。で今回は入れていただいたフュージョンが、うん、非常にこう足裏のグリップがいいインソールなんですね、インソールね、はい、はい、グリップがいいので、はい、あの今僕が手でインソールを滑り込ませただけなので、うん、またしっかりと真下と踏んであげる感じだ、はい、あ、はい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 、戻してあげて、うん、あのダイビングの際もご使用ください。でもダイブフィットしていいですか。お、ありがとうございます。これはもう縛ってみていいですか。あ、大丈夫ですよもうベースの縛り方でいつものライディングするときぐらい締めていただいて大丈夫ですので、はいはい、よいしょ。インナーハーネス締めるときにこのタンの部分を下にちょっと押すようにして、うん、足首周りのフィット感出すんですね、うん、で、今年からさえこれね、はい、それこちら、はい、このハーネスの一個上に、はい、インナーの方に引っ掛けられるフックが出来上がったんです。はい、はい、今はまだ僕ここ通してないんですけども、うんうんうん、試し履きなのでね、うん、そこ通してあげるとインナーがもう一個上までホールドが強くなっていくようなこういうフックがインナーの方につきましたので、シーズン、そうですね、何日か滑ったらそこまで一回締めて、よりフィット感、強さのあるブーツの何でしょう、硬さ、はい、そんなのも味わってみたいなと思っている次第です。そうですね、うん、通常のステージ4っていうインナーよりももう一段上まで紐をこう延長させることができるので、まあ、よりこうすねの上の部分までこのインナー自体で締め込むことができるといったパーツでございます。はい、そしてこれ手で引っ張って締めるんですけれども、ある程度までいったら足上げて持ってて
足伸ばすから締まるよっていう風にしてあげた方が、手で引っ張りも足の力が強いので、より両方使えるってことですかね。そうですよね、はい、手の足も両方使えるので、よりフィット感が増すという感じで、僕は走り方をちょっとね整えてます。最高だなありがとうございます。でこの痰のここにフックあるね、これにかませてあげてください、はい、と邪魔じゃないので。今まで知らなかった方結構多いです、はい、ぜひ使ってくださいこれをポンって入れちゃうと、この足首周りにその、はい、このパーツが当たったりもする原因なので、はい、ここをうまく使ってあげてください。足首周りのフィット感を結構僕は気にするので、うん、ボアとこの紐どっちに先に締めますかって言われたら、これボアを先に締めるっていうパターンのが僕は圧倒的に多いです、うん、で足首周りのフィット感出すために、これをアウターのタンも上から押してあげて締めてあげる、うん、すると足の甲の部分までしっかりとフィット感が出るので、これをおすすめしたいです。で最後は足伸ばすように、手でも引っ張りながら足でも伸ばすようにしてロックかけてポケットにしまうと。そしてここの部分は手でグーって引っ張ると大変なので、持って手首を返すことでテコの原理みたいな感じで締めるとやりやすいですよね。やりやすいです、はい、やりやすいです。という感じで、はい、出来上がりました。出来上がりました。どうでしょうか。うおー、できました。すごい快適です。すごいこれ、はい、指先が本当指がブーツの中でこうやって動くぐらいの感じなんですよね。そのくせ指のちょっと中から、甲をくるぶしかかとあたりがビシッてフィットしてるので、うんうんうん、ものすごく快適です。そして窮屈さが全くないです、うん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 、で初めに言ってた、はい、姉さんブーツの中で指こうやって使いますよねの使いやすさが、はい、指のスペースがしっかりあることによっても最高です。おこれで前半のトライみたいなのがよりやりやすくなるんじゃないかなっていうふうに思います。エッジ自体がしっかりとブーツの側面っていうんですかね、うん、に対してパワーのあるブーツで、かつ今回はフュージョンのインソールが、はい、カップが深くて、側壁ですね、うん、の壁も高いので、まあ、より昨年度とは違ったこうフィーリングっていうのが味わえるんじゃないかなと、はい、僕の方は思っております。ここからこういう横の動き、うん、まあ横乗りで乗ってるとこう前後みたいな動きかもしれないなと思うんだけど、この辺がやっぱり足裏が全部ついてくる感じが、インソールのおかげなのかな、やっぱりこれはね、ついてくる感じがするので、こうやって動くの全く違和感なく動きやすいです。今30度の急斜面に連れていかれても全く問題なく滑れますっていうぐらい、あと滑ってないですけども1本目からガツっていけるんじゃないかなっていうぐらい、すごくいいブーツが出来上がりました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。痛みに耐えていただいた甲斐がとんでもないです。こちらこそありがとうございます。ありがとうございます。そして先ほども言いました、この一番上のフックを締めるとインナー自体がよりフィットしてブーツを硬く感じるので、シーズン初めの初めて滑るようなんていう日にはちょっとこれまだ使わない方がいいかもしれないなというふうに思います。今までとはここがついてなかったのでね、なのである程度慣れてきたらよしっていうので上まで締めてみる、そしてさらにこのインナーのパワーベルトっていうのもまた別売りでね、これも用意してあるので、はい、こういったところでインナーのフィット感をより出して、うん、フィット感が出るってことはその素材の硬さ 100% 使えるので、うん、フィット感出るイコールより硬さっていうものに対してポジティブに考えていける、うん、要は硬く感じるので、うん、頼りがいが出るんじゃないかなと思います、うん、なんでシーズン初めはなかなかこうコースの幅があんまり広くないので ね、はい、足先の細かいちょいちょい危ない避けるみたいな感じがあると、そういう硬すぎるのはちょっとデメリットかもしれないですけども、慣れてきたら僕も一番上まで引っ掛けてインナーのスネベルトもしてっていう風に今年もカービング楽しみたいと思います、はい、という感じで本日は、はい、僕は日本一ディラックスの整形がうまいと僕は思っております。我が君に僕の今年のエッジを整形していただきました。はい、お疲れ様です。お疲れ様でした。いろいろお話しながらだったので、はい、ちょっと時間長かったんですけども、だいたいこれを 3,40 分ぐらいでお見せやってる感じですかね、はい、そうですね、はいはい、なのでぜひぜひ楽しみにシーズン過ごしていきましょう、はい、リラックス履いてる方ぜひぜひ楽しいシーズンを過ごしていきましょう、はい、それではまた、スノーボーダーの青木玲でした。いただきます。
バカでした。